ステファン・ハーディングは、カトリック教会に属する修道会、使徒会の創設者の一人で、その3人のうちで、最も重要と評される人物である。1623年に列聖されている。なお、カタカナ表記では、スティーブン・ハーディング、エティエンヌ・ワルダン、ステファヌス・ハルディングなどと表記される場合があるものの、本項では、聖人辞典に倣い、ステファン・ハーディングという表記に統一する。ステファン・ハーディングは1060年頃イングランドのドーセットに生まれたとみられ、シェアボーンの修道院に学んだ後、ヨーロッパへ旅立った。生まれは貴族の家系といい、フランスにおいても学問を修め、後に素晴らしい学者と評されるようになる。ローマへも巡礼するとともに学問に勤しみ、その帰途に立ち寄ったブルゴーニュのモレーム修道院に入会することにした。この修道院は1075年も、レームのロベールが聖ベネディクトゥスの戒律に従った理想的な修道生活を追い求めて設立した修道院で、ステファン・ハーディングは他の修道士たちと共に学んだ。やがてもレーム修道院はモレームのロベールの当初の意図とは裏腹に世俗的な発展を見せ、理想的とした修道生活には不適となっていった。ベネディクトゥスの戒律やその他の聖人の文献を皆で研究し、議論を重ねるうち、言教はあるべき修道生活ではないのではないかとの結論で一致し、モレーム修道院を後にして1098年にフランス、ブルゴーニュ地方のディジョン近郊にあった森シュ島を開拓し、シュ島会の原点を創設した。この時一行を率いたのは、モレーム修道院の院長であったモレームのロベールで、付き従ったのは最も戒律の遵守に熱心であった21人であった。その中には後に、使徒修道院の3代目院長となる、ステファン・ハーディングも含まれていた。使徒の森に小さな木造礼拝堂が建設され、新たな修道生活が始まった。2代目院長のアルベリックの時代には、石造の教会堂が、最初の木造礼拝堂の2500メートルほど南に建てられた。順調に低下しているかに見えた新たな修道生活であったがアルベリックが1109年に死去し、その後をステファン・ハーディングが3代目首都院長として継いだ頃には経済的に困窮し始めていた。次に示す出来事が起こらなかったら、あるいは使徒会はそこで終了していたかもしれないとさえ考えられている。1112年。クレルボーのベルナルドゥスが30人ほどの富裕層の仲間と共に、使徒修道院に入会を求めてきた。ステファン・ハーディングが院長であった時の、この奇跡的な巡り合わせにより、使徒修道院は危機を脱することができ、以降使徒会はフランスのみならず、ヨーロッパ全域にそのシーンを広げていくことになる。ステファン・ハーディングはその院長時代に、数々の芸術的な写本を、使徒修道院で制作した。また、使徒会最初の4シーンをはじめとしたシーンを設立させ、時代のベルナルドゥスらに、戒律の徹底遵守という基本理念を託し、病気のため1133年に院長を退いた。そして1134年3月28日、使徒修道院で死去した。敬愛していた先代の院長アルベリックと同様、使徒修道院に埋葬された。ステファン・ハーディングは各地の学校で学問を修め、天才、素晴らしい学者といった評価を受けており、彼の地下で使徒会の評価は修道院の学問の比類なき中心とされるほどに高まった。学問への姿勢は厳格で、それは戒律の解釈と実践においても発揮された。使徒修道院設立の当初、モレームのロベールによる戒律の解釈は甘すぎるとし、モレームのロベールが1年ほどで早々に、モレーム修道院に戻るきっかけとなる糾弾を行ったのではないかとも考えられている。原点回帰というキーワードも当てはまる。一方で、後世における使徒会の一般的な評価、芸術蔑視には当たらないほどの芸術作品も作成しており、これは当時のフランスで最も卓越した芸術的才能とされている。この知的活動と、芸術活動は当初もレームのロベールが属していたクリュニー会の伝統も指摘される。使徒会の建築、芸術に対する後世における一般的な評価、すなわち、簡素、厳格、無装飾といった、いわば、ハンクルニーという一般的なイメージは、後代のものであり、後述の文書、写本で詳述するような芸術への理解も持っていた。死後500年ほど経過した1623年に列製された。ちなみに、ステファン・ハーディングの友人の評によれば、親しみやすく活動的、そして皆の人気者だったそうである。かつて聖ベネディクトゥスの時代に、修道院はそれぞれ独立しており、時代が下がるとそこに上下関係が生まれるようになった。例えば、クリュニー会の制度では、クリュニー修道院を頂点とし、その配下として多数の修道院が従属するという統治機構が築かれていた。ステファン・ハーディングは、使徒会における修道院の親子関係を定義した文書を作成した。これは、愛の憲章といい、使徒会の二つの基本文書のうちの一つであった。また、聖書を含む各種の写本の作成を主導した。詳細は、辞節、文書、写本で示す。ステファン・ハーディングの聖書。ステファン・ハーディングは、使徒会における基本文書となる、規定、愛の憲章を作成した。また、先述したように学問への厳格さと原点回帰への姿勢を示す例として、まず挙げられるのは聖書である。もっともその想定は、後のクレルボーのベルナルドゥス以降、一定の期間使徒会で用いられた基本設計、すなわち簡素、製品といった概念からは、かけ離れた色鮮やかなものであった。以下に現存する写本の図像を交えながら解説する。愛の憲章使徒会にとって最も重要な文書の一つである愛の憲章は、それ以前に存在していた愛と一致の憲章、または愛と一心同体の憲章を下敷きとして、1114年に書かれた使徒会の憲法とも言うべき文書である。本書は6ページ1685のラテン語3文で構成された。なお、この時点における版の愛の憲章には、挿絵はなかった。内容はまず、使徒会に属する各修道院は、修道院長以下、副修道院長や、修道士、助修士などといったメンバーで構成されることとし、完全に自主独立することを定めた。また、これらの修道院は各々独立してはいるものの、友好関係と共通の生活様式と共通の愛によって横のつながりを維持することとした。これは、子院と親修道院の関係であっても縦のつながりではないことを意味した。ただし、親修道院の院長は子院の視察を義務とし、子院の修道院長の行いがひどい場合は、罷免できるといった規定もあった。年に一度、夏の終わりに、使徒修道院で開かれる総会には、全修道院の院長が集まり、そこでは、子院の院長でも親修道院の院長でも平等に、扱われ、諸問題の討議を行うこととした。使徒修道院は、最初の修道院であるため、親修道院にあたるものがないが、この院長を監視するのは、最初の4子院の院長とし、この修道院群のあり方を示した愛の憲章は、1119年に、ローマ教皇のカリクストゥス2世に認可された。後年、1215年の第4ラテラン公会議において、カトリック教会のすべての修道院で採用するよう決定された。またこの決定は16世紀のトリエント公会議でも再任された。ステファン・ハーディングの依頼を受け、フランス北部のサンバースト・ダラス修道院において1125年頃制作されたヒエロニムスのエレミア書仲介写本の挿絵。聖書ステファン・ハーディングは当時利用されていた聖書に、ついてその原点を厳格に追い求めた。ここで彼が目指した原点とは、ヒエロニムスのウルガータのことで、聖書の写本を各地から収集、比較し、その中に移動のあることを発見し、ヘブライ語やアラム語の原点も参照しつつ、聖書の誤りを改めた。必要とあらば、ユダヤ人のラビにも意見を聞いたという。使徒会聖書の制作は、使徒修道院の書写室にて1109年までに行われ、この成果物である全4巻編成の聖書は優美にした鮮やかな挿絵に彩られ、頭文字のフォントのデザインもまた見事なものであった。この聖書は、その第一巻の最後に記されたように、今後一切変更すべきでないとされた。なお、ここで、ステファン・ハーディングが追求したウルガータは、21世紀現在でも、正方教会における公式の聖書である。そして目指したウルガータの著者、ヒエロニムス自身も王子には、原文に戻ることの必要性を説いていた。大小グレゴリウスの道徳論写本の挿絵。頭文字 R。道徳論体制。グレゴリウスの道徳論は、呼ぶ記の持つ意味を、文字通りの意味、寓話的な意味、道徳的な意味として捉えた場合に、最後の道徳的な意味のプライオリティを一番目に捉えて、解説した書で、中世キリスト教道徳の大前となったとも言われる書である。この書物の使徒会写本は1111年に完成した。これも4巻編成で、うち4巻目の完成年だけは、はっきりせず、1110年代のどこかと考えられている。後にクレルボーのベルナルドゥスが批判することになる、怪物の挿絵も用いられている。渦で示すのは、その一例であるが、ファンタジーだけでなく世俗の事物をモチーフとした図像もあり、時代考証の参考にもなると考えられている。当時、写本芸術の最先端はイギリスであったと言われるが、ここで挙げた使徒会写本の挿絵はその水準と同等レベルにあり、むしろイギリス的であると指摘される。この理由として、ステファン・ハーディングの出身地を挙げる向きもあったが、それだけではなくむしろ当時の宗教ネットワークの広がりも考慮すべきであるとも考えられている。その他上記以外に以下のような書物の写本を作成したという。ステファン・ハーディングの厳格さは成果にも向けられた。原点を追求するならば、ミラノのサンタンブロージョ教会で受け継がれているアンブロシウス聖歌こそがふさわしいとして研究、交渉を重ね、当初のアンブロシウス聖歌と比して変容していた。それではなく、ミラノから直に再移入したもののみを歌うよう命じた。また、ミサ、典礼の際の聖歌も、大小グレゴリウスの時代の歌詞と旋律を用いるべきとし、この研究に際しては、典礼音楽の拠点であり、大小グレゴリウス時代のものが保存されていると、みなされていたメッスへ、修道士を派遣し、古いものを習得させ、さらに写本として持ち帰らせた。もっともステファン・ハーディングの死後、クレルボーのベルナルドゥスによって、洗練された。新たに作曲されたといった方が良い成果に改訂された。この改訂にあたってベルナルドゥスはその理由としてメロディも歌詞も誤りが多く、かつあまりにも調子が外れていて、うんぬんと書き残している。先日の愛の検証に挙げたように特別な扱いをされる4つのシーンはステファン・ハーディングが院長の時代に相次いで設立された。クレルボーのベルナルドゥスら加入の翌年、1113年にラフェルテ修道院、ついで1114年にポンティニー修道院、そして1115年にクレルボー修道院ともリモン修道院が設立された。これら4シーンと使徒修道院はさらにシーンを設立していき、1133年の総会には69名の院長が集まるほどにシーンは増加していた。後に表された使徒会の資料、創立史に、次のような伝説が記されている。ある時、使徒修道院は、あまりの困窮に餓死か凍死かといった状況に陥っていた。そこで院長であったステファン・ハーディングは、ある修道士に3台の空の荷馬車を仕立てて町へ向かうよう命じた。修道士が命じられた通り馬車を引き連れて町へ行くと、偶然金持ちが死去したところで、莫大な金額を汽車として贈与されることとなり、3台の空だった荷馬車に食料など必要な物資を満載して、使徒修道院へ帰還することができた、というものである。この他にも、創立史にはいくつかの奇跡のエピソードが記されている。また、後に、使徒会を大発展させ、18世紀の人々が、使徒会の創設者であるかのようにさえ扱うことになるクレルボーのベルナルドゥスの入会を得たことも、一つの奇跡と言えるのかもしれない。ウィキメディアコモンズには、ステファン・ハーディングに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。